長篠市長の宮本大輔です1月17日水曜日午前11時現在のお知らせです第299回目の発信となります この動画は、平日の水曜日または木曜日に発信しております。字幕が出る設定にできます。概要欄の時間表示をクリックしますと、その部分からご覧になります。内容の詳細、関連情報につきましてリンクを掲載しております。コメントも書き込めます。いつもお寄せいただいている皆さん、ありがとうございます。なお、回答が必要なお問い合わせ、ご質問につきましては、市役所ホームページから視聴メールなどをご利用ください。 ぜひこの動画の内容を周りの方に広めるなど積極的にご活用ください奈良市の市公式 YouTube チャンネルへの登録もお願いいたしますさて今日は二十九年前の早朝兵庫県の淡路島北部赤石海峡付近を震源とした兵庫県南部地震阪神淡路大震災が発生した日ですマグニチュード7.3の大地震でした 近畿地方特に震源に近い神戸市中心地の甚大な被災により犠牲者は6000人以上となり大都市での大災害として世界中に衝撃を与えました戦後に発生した自然災害の規模としては東日本大震災に次ぐとも言われていますそして先日は能登半島地震が発生しました 地震の規模はこれよりも大きいマグニチュード7.6であり日を追うにつれて被害が甚大であることが明らかになってきており詳細な全容はいまだに定まっていない状況であります。このような中で現在長篠市では千葉県の一員として石川県珠洲市に職員2名を派遣しており数日後にはさらに3名を派遣する計画となっております。 義援金も受け付けておりますぜひご協力くださいそれでは初めに私が出席参観させていただいた先週の主なイベントなどをご紹介いたしますまずこちらは1月13日土曜日に津田沼三丁目会館で開催された津田沼三丁目の新年懇親会の様子です 津田沼北部連合町会の住民ご家族によるフルート演奏からスタートし昨年の出来事を振り返りながら親睦を深め新しい年の新しい街づくりの思いを共有しました。続きましてこちらは 秋津にあります習志野市総合福祉ゾーン内にある社会福祉法人秋津園で開催された習志野市手をつなぐ育成会新年懇談会及び新成人を祝う会の様子です。手をつなぐ育成会は知的障害者本人と 保護者を構成員とする団体で今から66年前の昭和33年に習志野市手をつなぐ親の会として心身に障害のある方の保護者により発足し平成19年に習志野市手をつなぐ育成会に名称を変更し現在に至ります。 また育成会が中心となって設立された社会福祉法人集愛会により平成12年に新年会の会場である秋津園が設立され平成22年からは習志野市の障害福祉サービス事業所花の飲園の指定管理者となっています。 手をつなぐ育成会は47都道府県政令都市をはじめ全国的に全国手をつなぐ育成会連合会として活動しています当日は新成人挨拶としてコロナ禍で育成会としてお祝いできなかった3名によるご挨拶をはじめ奈良市の高校吹奏楽部の素晴らしい盛大な演奏やビンゴゲーム大会カラオケなどで新年の交流を深めました 続いてこちらは同じく秋津にあります奈良市の市総合福祉ゾーン内にある花の実園で開催されました霞地区新年の集いの様子です霞柴園まちづくり会議そして霞連合町会などの協催で行われましたこの集いでありますがコロナ禍が明けてパークゴルフ大会運動会など久しぶりに全ての地域行事を おとりを行うことができたことに感謝するとともに今年も勢いよく盛り上げていこうという弾みをつける会となっておりましたお子様から時代を担う若手の方を中心にご高齢の方まで幅広く世代を超えた霞地域の結束力を強く感じました令和6年度は奈良市の市70周年をみんなで盛り上げていこうという霞連合町会長のお話もあり 気運の高まりをとても嬉しく感じていますえ続いてこちらは1月14日日曜日に市役所駐車場にて開催されました奈良市の市消防出初式の様子です出初式は消防関係者により行われる仕事始めの行事です出初式という言葉自体が新年の季語ともなっているほど伝統的な行事です 今年は昨年末に竣工いたしました消防訓練棟とその訓練棟に合わせて配備された新しいはしご車屈折型はしご車のお披露目の場面にもなりました。 先月に完成し12月22日から運用が開始されたこの訓練棟の竣工は平成27年度から続いてきた習志野市新庁舎等建設工事の第3期工事として完成したものでこれで市庁舎、消防庁舎と合わせて市庁舎の主な機能が揃い新庁舎等建設工事が完成しました。 この訓練棟は地上5階建て、延べ面積は約490平方メートル、高さ約19メートル鉄筋コンクリート像の建物となっております訓練棟の内部は、戸建ての住宅や団地やマンションが中心の本市の特徴を踏まえた迅速な人命救助、消火活動を実践的に訓練できる構造となっています 1>, 1階、2階は一般住宅を想定した玄関や屋根を設け、3階より上は中高層の住宅を想定した窓やベランダを設け、3階建て以上の建物火災などで活用する高所に水を送るための設備を設置しています。 消防署および消防団が複数の車両を活用して行う連携放水訓練また、ホースを延長して建物内で放水する屋内放水訓練およびはしご車などを用いた高所からの放水訓練そして人命救助訓練が実施可能となっています。 この日は天候にも恵まれまして非常に多くの市民の皆さんにご来場いただいたんですけれどもその中でこの消防庁舎を活用した訓練が実演されました。消防庁舎側にロープを渡渡しいわゆる綱渡りのような 専門用語でロープ・トカ訓練という訓練があるんですけれども、それを実演したり、あるいは屈折はしご車をお披露目した後の救出訓練、火災現場等で隊員に危険が迫った状況になった場合などに行う緊急脱出訓練などが実演されました。 さらに江戸時代初期に消火活動を行う町火消しを大火から守るために使用され習志野消防のシンボルともなっている雲流水が市内に工場を構える太平洋機構株式会社様によりリニューアルされお披露目されましたなおこの雲流水の演技につきましては平成25年に東京ドームで開催された天皇皇后両陛下ご臨席のもと執り行われた 全国消防団周年記念大会の際奈良市の市消防団員が放水をご披露させていただいております普段は中央消防署の1階に展示しております 消防団員、消防職員、消防協力隊員の皆さん、そしてそのご家族の皆さん、日頃から市民の生命と財産を守るという崇高な精神のもと、常に習志野市を献身的、精力的に支えていただいていることに心から感謝し、改めて誇りに思いますなお、出初め式の後には、それぞれの地区で各消防団ごとに懇談会が開催されておりましたので、私もご挨拶させていただきました。 少子高齢社会の中で共働き世代が増えており地域の若い担い手がどんどん少なくなっている中消防団員はまさに地域の歴史をつなぐかすがいともなっているということを共有させていただきました。 この動画をご覧になっている若い世代の皆さん、ぜひ消防団への入団をご検討ください。また、あの消防団員をぜひ地域の皆さん、ご紹介いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。え続いてこちらは、JR 津田沼駅南側にありますモリシアホールで開催された第56回修備会新春展受賞式の様子です。 前回の動画でもお知らせさせていただきましたが1月10日水曜日から14日日曜日の間開催されていた新春展私も土曜日に鑑賞させていただきましたが私からは市長賞の授与を行いました。 この展覧会は来場されたお客様に好きな作品を5点選んで投票していただき受賞作品を決めるというスタイルで行われており美術をより身近に感じることができるように配慮された機会となっていますこの投票の方法は昭和41年からずっと変わっておらず第56回という伝統的な展覧会になっております この手法が現在まで受け継がれ好きな作品を自由に描きそして見る皆さんがそれぞれが新春の思いを含めて楽しむ素晴らしい機会となっていました続きまして本日のサムネイルこちらです企業支援金1月31日までが締め切りですというお知らせと今年の奈良市の市役所での確定申告会場についてお知らせいたします 初めに、中小企業者向け事業継続緊急支援金の締め切りについてお知らせいたします。 奈良市,市では、国の臨時交付金を活用したエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける市内の中小企業者等を対象とした支援金の給付を行っておりますその申請期限が今月末、1月31日までと迫ってまいりましたので、改めてお知らせいたします 支給の対象者は令和3年3月末日までに開業し市内に本店または主たる事業所があり今後も市内で事業継続の意思がある中小企業者等の方となっております令和4年4月から9月までの上半期または10月から3月までの下半期の原材料費などの対象経費が前年の同時期と比べて増加した場合にその 増加した額のおおむね半額を上限の範囲内で給付するという内容であります対象品目は原料・材料・仕入れ物品・消耗品・水作り運賃といったいわゆる原材料費ガソリン・重油・軽油・灯油といった燃料費そして電気・ガスの光熱費であります 申請書等につきましては専用のホームページからダウンロードできるほか市役所や奈良市の商工会議所、京成津田沼駅直結の3ロード津田沼6階にあります奈良市の商店会連合会にて配布しております申請書等をご記入の上、必要書類を添付してご郵送ください詳細につきましては概要欄記載の専用ホームページをご覧ください 次に、令和五年分の確定申告について、奈良市の市役所の会場についてご説明いたします。税の確定申告の時期が近づいてまいりましたが、最近では、マイナンバーカードを活用した電子申告。e－Tax の普及により、相当混雑も緩和されてまいりました。そんな中でありますけれども、今年も二月十六。 9日金曜日から3月8日金曜日までの平日収入が給与・公的年金のみの方を対象とした令和5年分の所得税確定申告の相談と受付の会場を奈良市の市役所に設置いたします。 例年市役所の会場は大変混雑いたします朝早くから長時間お待ちいただいている状況となっておりましたが今回初めて市のホームページからインターネットで予約できるようになっております必要な情報は希望日時のほかお名前、生年月日、電話番号、メールアドレスであります予約受付はすでに始まっておりますのでどうぞご利用ください なお従来通り当日の生理券も配布いたします午前8時から11時までの配布でなくなり次第当日の受付は終了となりますのでご注意くださいまた給与や公的年金以外の所得がある方は市役所ではお受けできませんので千葉西税務署に直接お越しいただく場合があります詳しくはホームページをご覧ください 最後に次回の発信までに実施される主なイベントをご紹介いたします。1月16日火曜日から19日金曜日までは市役所1階展示スペースにて第46回習志野市アジサイクラブ連合会作品展が開催されております。アジサイクラブは習志野市内の老人会で構成された連合会なんですけども今年も手工芸、書、写真、 絵画、版画、陶芸など九十六点が提示されております。ぜひ皆さんお立ち寄りください。そして一月二十三日火曜日の午前中、京成大久保駅南側にありますプラッツ奈良市の,の市民ホールでは、加能山少年自然の家、富士吉田青年の家それぞれ創立五十周年なので記念行事を行います。 叶山少年自然の家は君津市にある校外学習で利用する習志野市の施設ですそして富士吉田青年の家は山梨県富士吉田市富士山の北麓にあります生涯学習で活用する施設でありまして50年前に設立され今年が50周年となりますここに通った あるいはここで活動したそれぞれの皆さんが集まり一堂に会して行われる記念行事とそして加納山富士吉田青年の家それぞれの自然体験をご紹介する学習会も予定されておりまして一般参加もできますのでぜひお立ち寄りいただければと思います。詳しくくは概要欄をご覧ください 本日のお知らせは以上となります。次回は一月二十四日水曜日の発信となります。今年は寒暖の差が急な冬というような感じです。こういうときには、そろそろ大雪が心配です。雪対策につきましては、広報奈良市の一月十五日号にも掲載されておりますので、ぜひご覧ください。